ザンクティンゼルから帝国軍が撤退した後、僕は旅立つ決意を固めることになる。命を共有したルリアが帝国に狙われていること、そして星の島イスタルシアに行けば僕とルリアの命を救う手段が見つかるかもしれないこと、その空の果てに行ってみたいってずっと思ってたこと、そこで父さんが待ってること、いろんな話を聞いていろんなことを考えた。帝国が狙っているルリアを守るためには一箇所にとどまるのは危険なはず、それに大切な故郷を帝国の脅威から守るためにも、いや、今思えばそれは全部きっかけに過ぎなかったのかもしれない。果てだ、ここは空の果てだ、ついにたどり着いた。我が子よ、星の島イスタルシアで待つ。父さんの手紙に書かれていた言葉、僕はイスタルシアを目指したい、そして父さんに会いたいんだ。小さな頃からずっと抱いていた空への憧れは、いろんなきっかけが重なって一気に溢れ出した。そうして僕は親友のビーア、ルリア、カタリナさんと共に空へ旅立つことになる。父さんの待つ星の島イスタルシアを目指して。そこからの冒険は本当に波乱万丈だった。ザンクティンゼルを立った後、気空団を結成し、たくさんの仲間と出会った。どんな困難にぶつかろうとも仲間たちの支えがあれば乗り越えられた。多くの団員に支えられて僕はここにいる。思い返せば本当に懐かしいな。空を巡る数々の冒険、それは故郷にいた頃には想像すらできないことばかりだった。決して楽な旅じゃなかったけど、いくつかの空域をまたいで冒険してきた。本当にいろんな出会いがあって、その旅に僕やみんなは成長してこれたと思う。そして今、僕たちは一つの空図に導かれて、このゼーガグランデ空域にたどり着いた。みんなと一緒なら大丈夫。きっとワクワクするような旅になる。少しばかりの不安と高揚とで胸が高鳴った。ゼーガグランデに着いたばかりの僕はまだ見ぬ冒険への期待でいっぱいだった。新しい空、新しい風、初めて踏み入った空域で感じる刺激は未知への好奇心をかきたてる。
ねえカタリナ、この風どこから来てるのかな。爽やかな風が吹き抜ける中、ルリアは無邪気に笑った。そうだな、ずっとずっと遠いところからだろうな。ルリアを連れエルステ帝国から抜け出し、ザンクティンゼルの森で団長と出会った。それから様々な旅路をたどり、ここまでやってきた。このままいつまでも無限の空をルリアと共に終えたなら、かつての約束は今も私の中で輝いている。私とルリアが団長と出会う前の話だ。エルステ帝国に騎士として仕えていた私は、魔性の実験のために捕らえられたという機密の少女ルリアと対面することになった。君がルリアちゃんかな。振り向いた少女に表情の色はなかった。口数は少なく、まるで感情を失っているかのようだった。それから私は幽閉されたルリアの世話役を命じられ、しばらくそばにつきながら過ごすことになった。まるで人形のような少女ルリア。どこか悲しげに見えた彼女に微笑んでほしいと思うようになっていたのだろう。私は根気強く歩み寄った。しかしそのほとんどは一方的なコミュニケーションに終わる。心の在りかは見つけられなかった。それから幾日かが過ぎ、私は気づいた。ルリアには感情がないわけではなかった。その表し方を知らなかっただけなんだ。私はいろいろなことを教えてやるようになった。ルリアは喜びや悲しみを理解し、感じ取れるようになっていった。そして本を読み聞かせるうちに、ルリアは外の世界へ興味を抱くようになった。私はルリアの手を引き、施設の屋上へ連れ出した。頭上に広がる一面の空に目を細めるルリア。それは本で知ったそれとは異なる壮大な青だった。ルリアは初めて目にした青が己の半身であったかのように、同じ色の瞳に輝きを宿しながら息を漏らす。それを見た私の胸の中にもまた温かな感情が芽生えていた。この時、私はルリアと一つの約束を交わした。いつか一緒に無限の空を見て回ろうと。帝国がルリアに課す実験は日に日に残酷なものへと変化していった。ここはルリアがいるべき場所ではない。そもそも人体実験など許されてなるものか。私は次第に帝国への不信感を募らせていく。だがルリアを逃がすとなれば、帝国に剣を向けることになる。それは騎士として決して許されないことだ。しかし本当にこれでいいのだろうか。
もしルリアがさらにひどい目に遭うとしたら、幾度となく思い悩む私の脳裏にふとルリアの声がよみがえる。外の世界、無限の空、いつか、いつかそれも私に見せてくれる。そうだった。私はルリアに無限の空を見せると約束したじゃないか。私は迷いを振り払い、ルリアの手を取って走り出した。ルリアのためだけではない、これは、そう、私自身のためでもあった。クーズの確認、風の読み方、ケーキのメンテナンス、区域を越えるには様々な準備が必要だが、とりわけ最後にものを言うのは長年の経験と勘ってやつだ。よし、見えてきた。昇竜域の闇を切り、俺は舵を切る。ほどなくして風の匂いが変わった。この新しい空を拝む前の高揚感、ワクワクが止まらねえ。一面の青、透明な空、新しい光に目がくらむ。甲板のあちこちで歓声が上がった。ポートブリーズでくすぶってた俺がまさかこんな遠くの空にまで来ちまうなんてな。団長と出会い、飛空艇グランサイファーと共に様々な困難を乗り越えてきた。今までの旅路を思い返すだけでこの胸が熱くなる。さて、もう一仕事と行くか。燃料と炉の状況を指差し確認。どれも万全だ。みんなを無事に島に降ろすまでが総出しの役目ってな。ゼーガグランデの空で何が待ち受けてんのか、この時の俺は楽しみ半分、不安半分ってとこだった。断崖に打ち捨てられたそいつを一目見たとき、俺は心を奪われた。その船の名はグランサイファー。ガキの頃の夢は、ボロボロになったグランサイファーを修理して共に広大な空を狩ることだった。だが当時は知識も技術も何もなかった。慣れない整備作業にはそりゃ苦戦したもんさ。複雑な操舵術も無理やり頭に詰め込んだ。そうこうやってなんとか修理は完了し、いよいよ待ちに待ったテスト飛行の日。今でも覚えてる。ダリンを握る手は震えてた。苦難の末、グランサイファーが浮いた時の気分は最高だった。期待は確信に変わり、夢が叶ったと飛び上がったもんさ。だが浮かれたのもつかの間、次の瞬間には船もテンションも急降下ってな。これは例えじゃねえ。
マジに落ちたんだ。何が原因だったのかは分からねえ。だが俺が寝る間も惜しんで注ぎ込んだ数年間はあっという間に失墜しちまったんだ。ああ、俺が憧れた空は俺のことを嫌ってやがる。空に裏切られた。今にして思えば自分勝手な言い分だが、本気でそう思った。それっきり飛ぶことは諦めちまった。しばらくは墜落のトラウマを引きずりながら過ごした。そのくせ空への憧れだけは完全に捨てきれなくてな。笑いだけは笑ってくれ。だが転機が訪れる。災難によってついえた俺の夢は皮肉にも別の災難を理由によみがえったのさ。それは俺の故郷であるポートブリーズにエルステ帝国が攻めてきた時のことだ。俺と団長たちが初めて出会った頃の話になる。俺が空を飛ぶことを諦めていた頃、島のま、ティアマトの暴走を鎮めなければ俺の故郷は空の底へ真っ逆さま。なんとかするにはルリアを介して声を届けるしかない。それを実現するには上空のティアマトのそばまで行く必要があった。つまり空を飛ぶしかねえってわけだ。船を飛ばすなんて無理だ。空にトラウマを抱えた俺はそう思ってた。だがみんなグランサイファーに乗れ、そう叫んでた。あの日確かに船は落ちた。また落ちるかもしれねえ。どす黒い不安に押しつぶされそうになる。それでも俺を信じてくれた島民のみんな、そして俺に力を貸してくれた団長たちの気持ち、きっとそういったもんに突き動かされたんだろうな。ここに来てようやく腹をくくったんだ。悪い、待たせたな。俺は戻ってきたぜ。だから導けよ、俺をこの空に。俺はただ空を恐れていただけだった。動力部を稼働させるとグランサイファーは答えてくれた。無事俺たちの思いはティアマトに届き、島の危機は去った。それと同時に俺は本当の意味で空を飛ぶという夢を叶えたんだ。それ以降俺は団長の気空団で総出しをやってる。船作りを司る聖少獣ノアとの再会を果たしたり、ティアマトとの絆を結び直したり、なかなか波乱万丈な旅を経て今に至るって寸法だ。ゼーガグランデは未開の空域と言われちゃいるが、どんな空だろうと俺とグランサイファーの役目は変わらねえ。団長やみんなが望む場所へひとっ飛びってな。空の果てに行くことさえ不可能だとは思っちゃいねえさ。なぜって、そりゃお前このグランサイファーが一緒だからに決まってるだろう。
もしあの日師匠と出会えていなかったら、師匠に救われていなかったら、今頃私はここにいなかったんだろうなって思う。私のふるさと火の島バルツ公国、町の近くに溶岩の川が流れてるから年がら年中暑いとこなんだけど、でも師匠と一緒に暮らしたその町が私は好き。私を笑わせてくれた師匠が好き。長く旅をしてきた今だから胸を張ってそう言える。旅に出る前の私は何も知らなかった。師匠が行方不明になってしまった時も何も知らずに、私はただ走り回ってただけだった。師匠を探そうとして、なんとか情報をつかもうとして、そして団長たちと出会ったの。あれは本当にひどい事件だったわ。エルステ帝国のせいで師匠がおかしくなっちゃって、島の地下に眠ってた鋼の巨人コロッサスが戦いの道具にされようとしてたのよ。でもやっとの思いで私の声が師匠に届いて、コロッサスを利用しようとする帝国の悪巧みは阻止できたんだ。私はその事件を通して帝国がみんなにひどいことをしてるって知った。師匠は困ってる人に手を差し伸べるような優しい人だったから、だから私はそんな師匠の笑顔を奪った帝国が本当に許せなかった。それに何より私がやられっぱなしだなんて嫌だもん。だから私は団長たちと一緒に旅をするって決めたの。みんなから笑顔を奪う帝国をはっ倒してやるためにね。団長たちと出会う3年くらい前、父さんと母さんが流行り病で死んじゃった時の話。あの時は本当に悲しくてワンワン泣いたけど、でも現実はとても厳しかった。バルツには親戚なんていなかった。身寄りのなくなった私に居場所なんてなかった。そんな私に手を差し伸べてくれたのが師匠だったの。とても辛かったから思わず目をそらしてしまったけれど、でもあの人は笑いかけてくれたんだ。どうしてそんなに暗い顔をするんじゃって。その声が気になって顔を上げてみたら、ポンって綺麗な花束が出てきてびっくりしちゃった。どこから出てきたのかわからなかったけど、きっと手品の類ね。でもあの人は魔法だって言い張るの、おかしいでしょ。本当はすっごい魔法がたくさん使えるくせにね。でもあの時の私にとっては何よりも素敵で優しい魔法だった。師匠はそれからたくさん魔法を見せてくれたわ。落ち込んでいたはずの私はそれを見てすっかり笑顔になってた。師匠はいつも言っていたわ。
魔法は人を笑顔にするためにあるって。その言葉が素敵だなって思ったから、私も師匠みたいな魔法使いになりたいって思ったから、だから私は師匠に魔法を教えてもらうことにしたの。師匠に才能があるって言われた時は嬉しかったな。もしそれが本当なら、私だっていろんな人を笑顔にできるんじゃないかなって、そう思うようになったんだ。団長たちと一緒に旅をしてた時、ある日突然魔法が使えなくなっちゃったことがあったの。あの時は何をやってもダメで、本当にどうしたらいいのかわからなかった。そしたら団長たちは師匠からアドバイスを受けたらって言ってくれた。物は試しってことで、一度ふるさとに帰ることにしたの。バルツで久しぶりに会った師匠は、成長した私を見てとっても喜んでくれたわ。でも師匠の笑顔を見てたら、悩みを打ち明けられなくなっちゃった。すっごい魔法使いになって戻ってくるって約束したのに、なのに魔法が使えなくなっちゃったなんて、きっと師匠もがっかりしちゃうだろうなって思ったんだ。そんな時、バルツで流行り病が蔓延し始めたの。昔私の両親を奪った流行り病、師匠は病が広がらないように手を打とうとして、感染した人から話を聞いていたんだけど、でもそんな師匠も流行り病に感染しちゃったの。原因は突然病室に現れた悪い精霊だった。当然私は精霊に怒りの言葉をぶつけたわ。父さんと母さんの敵、さらに師匠まで、絶対に許さないと思って全力で杖をかざしたけれど、それでも魔法は使えなかった。そいつは憎らしいことにそのまま逃げ出していっちゃって、団長たちがすぐに精霊の後を追いかけたんだけど、私は一緒についていけなかった。魔法が使えないから、みんなの足手まといになっちゃうから、残された私は病に苦しむ師匠をただ見ていることしかできなかった。情けない話よね。でもね、悪いことばっかりじゃなかったわ。私は図書室でとっても綺麗で不思議な杖と出会ったの。それは母さんが私のために残してくれた杖だった。師匠は教えてくれたわ。私の母さんも魔導士だったんだって。私は悔しくてその杖を握りしめてた。悪い精霊や流行り病、大好きなバルツが、大好きな師匠が、島のみんなが今まさに危機に陥ろうとしているのに、こんな時に限って何もできないなんて、そう思ってたら握りしめた杖がぼんやりと光り始めて、その光が私を励ましてくれた。無力じゃないよって背中を押してくれた。
魔法が使えなくったって構わない。私はみんなの笑顔を守りたい。いても立ってもいられなくてみんなのところに走ったわ。団長たちは精霊による病でほとんど動けなくなってた。戦えるのは私だけ。すぐに何とかしなくちゃ。私は決めた。もう逃げない。私の魔法で必ずみんなを笑顔にする。そう強く願ったら杖から不思議な声が聞こえてきた。母さん。その声は私に魔力のイメージを教えてくれた。魔法を使う感覚が、魔法の力が体の底から溢れてきた。おかげで悪い精霊をやっつけて、杖から光が溢れ出していって、振り返ってみたらすっかり元気になった団長たちが笑ってた。私の魔法は魔法陣を通してバルツの島全体に広がっていった。その光が流行り病を消し去って、大好きな人たちの笑顔がようやく戻ってきた。みんなが無事で本当に良かった。一時はどうなることかと思ったけど、あれから私はずっと魔法が使えてる。きっとこの杖が母さんが見守ってくれてるから。そしてこれからも私はみんなの笑顔のために団長たちと一緒に旅を続けていくんだ。俺は貴空師であった過去を捨てて、一人の傭兵として故郷アウギュステを守っていた。海の存在はこの空じゃ珍しい。アウギュステ列島には空域随一の美しい海があった。そこでエルステ帝国は兵器開発という名の海洋汚染を始めやがった。当然アウギュステとエルステは戦争状態になり、俺もそこに参加した。団長たちとはその紛争の中で出会った。俺たち傭兵団は団長たちと共闘してエルステに対抗した。随分激しくて苦しい戦いだった。だがその戦争は聖少獣リヴァイアさんの暴走、鎮圧という形であっけなく幕を閉じた。戦争の最中、俺はずっと見ねえようにしていた自分自身の後悔、過去と出くわすことになった。長らく会うことのなかった娘が目の前に現れたんだ。ああそうだ、普通だったら心から喜んでいいことだろうさ。だが俺は昔、娘に心底を恨まれても仕方のねえことをしちまった。殺意と言っていいほどの憎しみを娘に向けられて、正面から向き合うことができなかった。けどよ、団長たちの気力に煽られたのかもしれねえな。若い奴らのまっすぐな生き様に、俺もちゃんと過去に向き合わなきゃいけねえんだと感化された。
団長たちと共に再び空を旅することを決めた。もう二度と後悔しねえように。ずっと昔の話だ。俺の妻は不治の病を抱えていた。俺はその治療法を何とか探すべく、この広大な空を旅した。妻と娘を家に残して。ずいぶん遠くまで旅をしたぜ。西へ東へ、そりゃもういろんなところをな。気がつきゃそこそこ名が通ってたことだ。だけどよ、どこまで行っても肝心の治療法が見つからねえ。旅に出ている最中に妻は息を引き取った。俺はあいつが一番苦しい時にそばにいてやることができなかった。死に目に会えなかった後悔はいつまでも俺の中に残り続けた。押しつぶされそうなぐらい、それはもうどうしようもねえほどに。家に残された娘は苦しむ妻を看病しながら、そりゃ不安な毎日を過ごしたらしくてな。娘はさぞや俺のことを恨んだことだろうよ。なんでこんな大事な時にお父さんはいないのってな。ようやく家にたどり着いた時、一時的に身寄りがなくなっていた娘はすでにアウギュステを去っていた。もぬけの殻になった我が家で、俺は一人呆然と立ち尽くすしかなかった。あれから15年の月日が流れた。俺は団長たちと出会い、旅の道中で娘との再会を果たしたんだ。娘は俺を拒絶し、憎悪の瞳を向けてきた。過去と向き合わなきゃならねえと腹をくくったつもりだったが、娘をいざ目の前にするとかけられる言葉なんざなかった。今さら父親面なんてできるわけがねえ。心の底じゃ娘と和解したいと願ってはいたが、俺にはその勇気がなくて、どうすることもできなかったんだ。そんな時だ、団長たちとの旅の中でアウギュステを見守り続けてきた聖少女リヴァイアさんを自分の身に宿らせ、その意識を垣間見ることになった。そこで俺は自分の過去の記憶を追体験した。目の前に広がるのは妻がいたかつての日常。もう二度と戻らない幸せだった日々。このまま現実に戻っても妻はもういない。そう思った俺はそこにとどまろうとしたが、妻に未来を犠牲にしてはダメだと止められてな。夢かうつつかわからない体験の中で妻と最後の約束を交わした。それは
しっかり娘と仲直りすることだった。妻の言葉に後押しされてようやく勇気を持って現実へ、未来へ進む覚悟を決めたよ。そしてその後、俺はあいつの言葉を支えにして娘の危機に少しは父親らしいことができたと思ってる。娘とまっすぐ向き合うこと、まだまだ時間はかかるかもしれねえが、少しずつでも前に進んじゃいるはずだ。忘れられた空、ゼーガグランデ空域、その晴れ渡る空を見上げながら、かつてあの人と共に歩んだ旅路を思い返す。今ではもう懐かしい、忘れるはずもない素敵な旅。ロゼッタってこの空域に来たことがあるの？あらさてどうかしらね。いつか団長さんたちにも伝えなきゃいけない、あの人のことやあの旅のことを。話すべきその時が来たらね。あれからもう随分と時が経ったわ。以前この空に来たのは確か旅も終わりに近づいていた頃ね。長い時を生きる私にとって、あの旅で過ごした時間はほんのわずかな間ではあるはずなのだけれど、こうも懐かしく感じてしまうのはそれほど私にとって大切な思い出だったからかもしれないわね。かつて白雲戦争の渦中にあって、星の民の兵器として戦った一人の青少女がいたわ。その青少女は戦争で瀕死の重傷を負いながらもルーマシー軍刀へと流れ着いたの。しばらくの間彼女はルーマシーの森で争いのない穏やかな時を過ごしていた。でも今から数十年前のある日、とある少年の訪問者が現れた。その青少女は少年と戦うことになった。けれど彼女は暴走の末に敗れてしまったの。さすがに最後の瞬間を覚悟していたのだけれど、でも彼がとどめを刺すことはなかった。それどころか自らの気空団に来ないかと誘ってきたの。青少女は戦争の道具に過ぎないはず、少なくともその頃の彼女はそう思い込んでいた。与えられた役割を繰り返し実行するためだけに生を受け、戦いを繰り返し指示されるがままに傷つけて傷ついて、彼女には生きる意味もなければ名前もなかった。うん、名前はあった。兵器として呼ばれていた。何の価値もない虚しい名前なら、見かねた少年はその青少女に新しい名前を与えた。その瞬間世界は一変した。それが
どれほど嬉しかったことか。ロゼッタ、それがあの人にもらった大切な名前、私の大切な宝物。出会いがあれば別れの時は必ず来る。破壊の神の使徒となるも、やがては神に反旗を翻した少年の旅が終わりを迎える頃、私は船を降りることになった。訳があってルーマシーの森に戻らなきゃいけなかったの。そこでまた静かな時間を過ごすことになった。寂しくなかったと言えば嘘になるわね。でも森には木々や花々、そして優しい友人もいたから。それから十数年の時を経て、私の前に再び幼い来訪者が現れた。その子は私を空へ連れて行ってくれた少年の子供だった。あの人に託された思い、ついに約束の時が来たのね。心の底から溢れる感情を抑えて、私はただ笑ってみせた。それからは団長さんの気空団についていくことになったわ。傍観者としてあの人の子を見守る旅へ。楽しいこと、嬉しいこと、そして悲しいこと、いろんなことが起こったけれど、私は感情に流されることなく、ただひたすら傍観者であり続けようとしていた。だってあの人との約束があったから。だから当事者になってはいけないと思っていた。でもある日気づいてしまった。見守り続ける自らの視線に迷いと戸惑いが混じっていることに。過酷な旅には多大な犠牲がつきまとうことを私は身をもって知っている。そして夢見た旅の果てに待つものが希望と祝福だけではないことも。この先現れる危険な敵はきっと私の手に余る。みんなを守りきることなんてできないかもしれない。それどころかこんな迷いを持ったままじゃみんなの足手まといになるだけ。何より団長さんやイオちゃんたちは私がいなくてももう立派に前へ進めてる。もう身を引くべきなのかもしれない。そんな風に考えていた私をイオちゃんが止めてくれた。幼い手が私の手を引いてくれた。傍観者として見てるのはもうやめて、一緒に舞台に上がろうって。その言葉でようやく気がついた。傍観者としてではなく、共に並び立って同じ仲間として共に歩む、それこそがいつの間にか望んでいたこと。誰に頼まれたからでも預けられたからでもない。みんなを守りたいっていうこの気持ちだけは決して変わらない本心だから。未練も不安も後悔も惜別も全てのしがらみに決着をつけて、そうして私は本当の意味での旅を続けて今ここにいる。団長さんの気空団の仲間として。